女性はなぜ濡れるのか徹底解説。今回はですね、女性が濡れるということについてちょっといろいろと聞いていきたいと思うんですけれども、まあ、そもそもこういった性行為だったりとか、まあ、その興奮した時に濡れるという部分なんですけど、これなぜ濡れるのかっていうのがちょっと具体的に知りたいという方も多いと思います、ね。まあ、濡れるっていうのはその膣の分泌液ですね。膣分泌液っていう液が膣壁からこう染み出るんですよね。それが正体ですね。で、その染み出た成分っていうのは、まあ、結局毛細血管からこう染み出た血液、まあ、結晶成分なんですよね。なんで、まあ、一応血液の一部の染み出しなんですよ、ね。あ、血液なんですね。一部はね、だから血液ってその結晶成分だけなんで、血液ではないですよ。血液で血球と結晶に2つの成分に分かれてるんですけど、はい、血球が、まあ、赤血球、白血球とかってもので、はい、結晶っていうのはこう、まあ、ちょっとドロッとした水、本当にあの膣分泌液とそのままなんですよね。ああいう感じのドロッとしたものなんですよね、はい。それがこう壁から染み出てるような感じですね、うん。それプラスもう一つは、まあ、あの耳にしたことはあるかもしれませんけど、バルトリン腺っていう分泌あの器官があって、そこから液体が出るんですよね。それこう混ざったような感じですよね。これなんでこの分泌液っていうのは出てくるんですか？まあ、性的興奮をすると、まあ、出るって言われてますね。これはあの実際に性的興奮以外は基本的に出ることはないんですか？いや、ただまあ一説には別に興奮しなくても、要は無理やりこう性行為を例えばされる時も出るって言われてるので、そこがちょっと難しいところなんですけど、別に大して性的興奮しないのに濡れるっていうのは女性としてはありえるってまあ言われてるんですけども、そういうのあります？どうですかね。まあでもある、濡れるみたいな、やっぱりこう痛みとか伴うのをカバーする役割もあるので、なんかこう性行為が始まったのと同時に、多分快感とは別にそのちょっとこう自分の入ってくるのを守ろうみたいな働きで出てくるのもきっとあると思うんです。女性がこう性行為をしたいとかそういう気持ちいいとかではないのに出るっていうのはありえます？あると思います。じゃあまあそういったケースでもありってことですか？じゃあ逆に男は女性側が濡れてたら、あ、こいつ興奮してるなとかって単純に思っちゃいけないってことですか？そうですね、なんかそういう勘違いされることありますか？すごく濡れてるからって言って別にすごく興奮してるわけじゃないってことだね。別にそうじゃないのに勘違いで、勘違いっていうパターンもあります。そういう勘違いも結構いるんだ、じゃあ。いや、多いと思う。本当に世の中の男性は女性が興奮してるとかやりたい気持ちが高まってるから濡れてるってみんな思ってるから、決してそうではないってことだよね。そうですね。そうか、直結しないんですね。何ですか、漫画の見過ぎですか？AV とか漫画とかでの誤った知識が植え付けられてるってことなんですか？でも AV って見えないですからね、そのモザイク。逆はあるんですか？すごく興奮したのに濡れないとか。全然これは関係あるかどうかわからないんですけど、はいはい、すっごく喉が渇いてる時に濡れない気がします。はい、それ実は医学的にあるんですよ。あの水分足りてないと濡れないんですよ。で、それにカツカツ汗かいた後とかっていう時に、そう、濡れないんですよ。合ってたんですね。合ってたんですね。じゃあその時はカツカツに汗かいて水飲みたいのにやろうとしてたんだ。全然濡れないねって言われたの。喉が渇いてる。かわいそう、なんか水飲ましたみたい。水飲んでいいって言えなくないですか？血液がカラカラなんですね。そうそうそう、だから、あの結局あの膣液、あの毛細血管から染み出しなんが多いので、要するに血液が循環量が圧倒的に少ないと濡れないの、医学的には。つながりました。じゃあ逆に男側としては結構お互い興奮して高まってるのに、全然この女性濡れないなと思ったら、今日は水分飲ました方がいいよね。ちょっとお水飲む。一旦リラックス。突然止まってる。リラックスしたらいいな。なんかちょっと飲まない、お茶飲んで、お茶タイムにするわけで。そうですね。まあでも理にかなってるじゃないですか。ちょっとリラックスさせてるっていうのは。確かに。それは使えるかもしれない。それ使えるかもしれない。だからまあそういうことで。だからその女性の濡れ具合と性的興奮具合は直結しないってことですよね。なるほど。そこはまずこの動画を見た方を知っていただきたいですね。濡れてないと正直やっぱ痛いんですか？女性側、男も痛いんですけどね。あ、まあ確かに。水が大事。水が大事。ベッドサイドにあの水を置いててもいいですね。
1リットルぐらい、はいはい、あんま飲むとね潮吹きになっちゃうんで難しいですね、まあ、ちょっと適度に補っておくみたいな感じですかね、はい、じゃあまあ今回のこの女性が濡れるというのは何なのかっていうところ、うん、まあ、結論としてはまあその性的興奮とは絶対に直結するというわけではない、そういうことです、そこをちゃんとに持って、うん、濡れてるからって言って勘違いしちゃダメですよっていう動画です、男に対して、はいはい、はい、すごく参考になりました、はい、参考になった方はぜひチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。